Spinner。味な副音声ボイスオブフード。パフェの決意、スープの思惑、ショートケーキの胸の内、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食べ物の声が聞こえたら、ご飯はきっと美味しくなるかもしれない。味な副音声、もっと味わっていきたいすべての人へ、ゆるゆるぐつぐつお届けします。平野咲子のポッドキャスト、味な副音声ボイスオブフード、第2回目始まりました。この番組では365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が、毎回テーマに上がるフードについてしつこく語り、美術館の音声ガイドみたいに、あるいは音楽のライナーノーツみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは冷たいあんこです。今日はですね、私の愛する2大冷たいあんこにスタジオに来ていただいているんですけれども、1つ目はですね、いちごや若狭の水羊羹です。これ今目の前にいちごや若狭の水羊羹が来ていただいているんですけど、本当暑い中ありがとうございますって感じなんですが、これちょっと開けてみます。なんか汗かいてるなんか宝飾品のように完璧にラップされてて、まだお姿を見れてません。私ちょっとラップを剥がします。いやー、うわー、出たー。なんだ、もうあんこの凍った池みたいだねこの上をさ、スケートで滑りたいねで転んだふりしてたまにかじりたいねえ、食べてみていいですか。じゃあ一口いただきます。溶けた溶けました、消えました、跡形もなくなりました。歯一回も使ってません越後屋若狭は元文5年1740年創業っていうことで、もう御年280歳の、スーパー老舗和菓子店で、墨田区両国にあるんですけれども、そこの今いただいた水羊羹がですね、もう本当に溶けます。なんだろう、歯がいらないくらいあっという間に溶けて消えてなくなってしまうんですけど、私ギリギリ固体、食べると秒で液体っていう食べ物がすごく好きで、もうまさにここの水羊羹は限りなく液体に近い固体ですね。でお店で買う時も、まっすぐまっすぐ持ってくださいってすごいお店の方に注意されて、とても柔らかい品物ですので平らにお持ち帰りくださいっていう注意書きまで書いてあって、もう本当にその平らに持ち帰るチャレンジっていうのをですね試される、ただものではないお菓子でございます。で口に入れた瞬間もふわーって、本当小豆の香りと甘さだけを残して、もう跡形もなく消えます。もうそれが本当に美しくて、みずみずしいっていう単語はもうこの食べ物のための言葉なんじゃないかっていう風に私の味辞典の中に登録されていて、どう考えても寒天が足りないんですよ。
まあ、寒天が足りないんですけど、そのあえて寒天を極限まで少なくして口どけに魂を注ぐっていう、それはまあともすると持ち帰りづらかったりとか、みんなが注意しなきゃいけない、扱いづらいっていう、そのギリギリのところを攻めているところがですね、やっぱさすがの老舗だな、素晴らしいなって思わされちゃうわけですよ。もう今開けて今5分くらいなんだけど、もう端がね溶けてきてるのよ。もう水に帰ろうとして角が丸くなってきてるんですよね。これいかに命の短い繊細なお菓子であるかっていうことがよくわかりますよね。もうこれ冷蔵庫でキンキンに冷やして食べてほしい。まあ、あと越後屋若狭の水羊羹、6月から9月限定なので、まあ、ぜひ気になる方は9月の間中に駆け込んでほしいと思います。とはいえ要予約なので、あのお店に行ってないよっていうの一番悲しいので、ちゃんと事前に予約の電話をしてみてください。なんで冷たい縛りなんて感じだと思うんですけど、まあ、私あんこというよりも冷たいあんこがすごく好きで、まあ、要は水羊羹とか小豆バー、あんこのかき氷とかのことを指してるんですけど、まあ、なんでそうなったかっていうとですね、私小さい頃からあんこ菓子は好きだったんですけど、こうなんというか、まあ、すごくこう不器用な接し方しかできなくてですね、例えばおはぎを食べるとこうあんこの部分を全部ひっぺがして、もち米9あんこ1みたいなバランスにするのが好きで、たい焼きとかも中のあんこ全部かき出して香ばしい生地にうっすら甘いあんこがついてるっていうリメイクをしてしまったりしていて、だからたまに安いシュークリームを食べると、なんかクリームがちょっとしか入ってなくて詐欺だみたいなあるじゃないですか。私むしろあれくらいでいい、よくやったみたいなバランスを、まあ、あんこに求めてしまっていたんですよね。で、まあ、残ったあんこは全部私の母が、まあ、異常な甘党の人間なんですけど、まあ、彼女が食べてくれてたので、まあ、ありがたいなってことで甘えさせてもらってたんですけど、まあ、要するにちょっと巷のあんこ菓子のこう甘さとか重さとかに若干ついていけていない自分がいたんですよ。ただまあある時福岡の中洲に老舗の甘味どころで中洲ぜんざいっていうところがあるんですけど、そこで夏限定メニューの氷しるこっていうのがあって、それを食べたら、まあ私おしることかもすぐお餅とか食べてめっちゃあんこのパート余しちゃうみたいなタイプなんですけど、そこのは冷やしたおしること氷を合わせてシェイクしてあって、でそこに白玉がボコボコ入ってるんですけど、まあ、なんかあんこフラペチーノみたいな感じをイメージしてもらえれば間違いないんですけど、もうこれがめちゃめちゃ美味しくて、もう私のあんこへのネガティブを全部消してくれたんですよ。まあ、要は冷たいんで甘さが上品に感じられるし、こうずしっと重たくなく軽やかに氷とともに消えちゃうっていう、もうなんだこの発明は、もう味のノーベル賞はあげたいみたいなくらいご天使を称えたいなっていうふうに思ったんですけどね。次の我が愛しの冷たいあんこは喫茶ベレーの甘水さんにお越しいただきました。わー、わざわざお忙しい中ありがとうございます品川区江原の喫茶ベレーっていうところがあるんですけど、まあ、かき氷などもとっても人気の喫茶店なんですけど、そこの甘水っていう冷たいカップスイーツがですね、もう甘水それは夏の希望、でもなんかちょっと星雲それは君が見た光みたいな感じになっちゃいましたけど、まああの液体が多めのあんみつみたいなものを思い浮かべてほしいんですけど、カップにですね生姜の香るシロップがひたひた入っていて、白玉、寒天、白きくらげ、あんず、クコの実っていうのがキラキラ輝いていて、そこに滑らかな手作りの水羊羹が入っている、まあ、なんか宝石のようなねお菓子なんですけれど、私はこれを買ってあの汗だくで帰ってきて、あの冷蔵庫で冷やし直してシャワーを浴びて、その後ベランダの窓を開けてセミの声を聞きながら食べると助かったみたいなまあ何に助かったんだって感じなんですけど、もう干からびそうになってた全身に潤いが行き渡るみたいな感覚で、もうエア風鈴とか鳴っちゃうくらいすがすがしいんですけど、まあ、
私その薄ら甘い食べ物が大好きなんですけどね、まあ、これ薄ら甘いデザートの最高峰ということで、本当夏の間はこの甘水の縁のあたりに土地でも買って、定期的に甘水の汁を太めのストローですすりながら暮らしたいみたいな妄想まで広がっているんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。割とそんな大きくないカップに入ってるんですけど、こうずしっと重いんですよね。やっぱこの生姜糖精がしっかり入っているので、こうあの重量感があるんですけど、ちょっと生姜糖精に浮かんでいる水羊羹をいきたいと思います。めっちゃ鼻で香りを吸ってるのがバレるっていうこの音声ガイドなんですけど、このね、小豆からコトコト炊いて6時間で作られるというこの手作りの水羊羹がですね、まあこのサラサラスベスベ食感とプルンとした感じが両立してて最高なんですけど、それがこの生姜糖水のこの生姜のちょっとキリッとした香りの甘いお汁に使ってると、もうなんかこう甘さとこのキリッと感のバランスでこうどんどん食べれちゃうっていう、また魔のエンドレスな感じが恐ろしいですね。キクラゲのコリコリした食感とか、あと寒天のこのパリンパリンってした食感とか、あと白玉のもちもちっていう感じとか、すごい食感がにぎやかで、もういろんなキャラクターに出会えるなって感じがまた楽しいんですけど、このあんこの甘いトゥルンっていう食感にやっぱ生姜のピリっていう香りが重なると、あ、君たちそんな仲良かったのみたいな、あ、なんか全然同じチームじゃなかったと思ってたわみたいなくらいめちゃめちゃ相性が良くて、なんかこうお互いを引き立て合ってくれる感じがたまらないですね。やっぱこの甘さへのポイントはこの生姜を入れたっていうところなんじゃないかなと思います、さすが。ここでね、時折このオレンジ色に輝く甘酸っぱいあんずをかじったりとかするとね、またいい風が吹くというか、いい夏やったねみたいな。特に何の夏の思い出もないのに、なんかいい夏っていうことにしようみたいな気持ちになれる感じ。そんな喫茶ベレーの甘水1個680円でテイクアウトもやってらっしゃるということで、こちらの甘水は10月いっぱいまで食べられるそうです。夏の延長戦楽しみですね。味な副音声ボイスオブフード、季節も終わって少しずつ涼しくなってきていますが、まあ、正直私夏が一番苦手な季節なので、もう一刻も早く秋になってほしいと思い続けていたんですけど、キンキンに冷えたあんこの旬が終わっちゃうっていうのはなんだか寂しいものがありますね。今日来てくれた冷たいあんこの皆様も本当に美味しかったです。で、まあ、一番身近な冷たいあんこといえばなんですけど、井村屋の小豆バーかなって私は思っていて、あれだったらコンビニで買えますよね。私あの小豆バーの最初の7口目までのポクっていう瞬間がたまらなく大好きで、わかります、あのポクってやつ。もう暑い季節が終わる前に思う存分ポクポクやりましょうって思ってるんですけど、今日ちょっと井村屋のあずきバーが目の前に来てくれているので食べてみたいなと思います。実際でもさ、脳内でポクになってるけどさ、これ音取ってみたらなんかあんまりポクじゃない可能性大だよね。なんか ガシみたいな、なんかもう頭の中ではポク。いただきます。おー、よく来てくれたの。なんかね、あずきバー添加物も全然入ってなくて、このナチュラルな感じがいいんですよね。あ、
氷が周りについてキラキラしてます。まるでお化粧のようだぜ。かじってみるよ。いただきます。え、これポクだった今の。もう一回だけ。うん、あのポクってなった後の、あの噛み締めてる時の結構分厚めの雪を踏みしめてる感じというか、こう雪国をこう歩いてるような感じになるのも、真夏にいきなり真冬に行ったみたいな、なんかこう感じがすごい私好きなんですよね。はい、まあ、あの暑い季節が終わる前にみんなも一緒に思う存分ポクポクやりましょう。冷たいあんこ最高ですね。あのこの夏はもう小豆バーの消費量も日本一とまでは言えないですけど相当食べましたし、あと金太郎っていう小豆バーかけるかき氷みたいな、なんか棒アイスにも出会ったりして、ちょっと新人として今小豆バーの地位を脅かそうとしている金太郎というアイスにも出会いました。パッケージがめっちゃレトロで、なんか金太郎ってなんか明朝体かな感じで書いてあって、なかなか渋くて、あれも箱買いしました。ちょっと金太郎甘いんですけど、小豆バーより、まあ、あれはあれで好きです。私は、あ、そうだ、あの番組インスタグラムも始めまして、アットマークアジナ副音声ってまんま英語で入れてもらうと出てくるんですけど、番組インスタグラムでは実際に紹介した食べ物の情報とか、まあ、ちょっとした小ネタなんかを書いていきたいと思いますので、ぜひフォローお願いします。あとメインビジュアルもね、脇田明日香さんに書いていただいたんですけれども、イヤホンが刺さってるケーキのイラストめちゃめちゃ可愛いですよね。これももし番組が人気になったらステッカーとかになったりして、ならなかったりしてって感じなんですけど、まあ、このビジュアルも可愛らしいので、ぜひ皆さん見てみて、見てみてくださいっていうか、もう見てるよって感じなんですけど、はい、あの可愛がってあげてください。というわけで、平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきたいと思います。ああ、お腹すいた、平野咲子でした。